天皇陛下は現下の新型コロナウイルスの感染状況を大変ご心配されておられます。国民の間に不安の声がある中で、ご自身が名誉総裁をお務めになるオリンピック・パラリンピックの開催が感染拡大につながらないかご懸念されていると拝察いたします。天皇陛下のお気持ちを拝察し、定例会見でこう述べた宮内庁の西村長官。さらに西村長官は、私としましては開催で感染が拡大するような事態にならないように、組織委員会をはじめ関係機関が連携して感染防止に万全を期していただきたい。この発言について加藤官房長官は、宮内庁長官のご自身の考え方を述べられたと承知をしております。西村長官自身の考えという認識を示しました。不安の声も聞かれる中、開幕まであと29日、聖火リレーは今日静岡県牧之原市へ。密にならないようお願いいたします。距離を取るように呼びかけられましたが、ランナーの別所哲也さんが立ち止まると、別所さん、こっち出て、こっち、網からこっち出て、別所さん、別所さんを一目見ようと密に。その後、静岡市では広瀬アリスさんがランナーを務め、こちらも多くの人が詰めかけました。現在こちらすごい人となっています。昨夜の聖火リレーも沿道はこの人だかり。県の実行委員会は、なるべくインターネットの中継を見てもらいたいと呼びかけています。来日しているウガンダの選手団で次々と感染が確認されている問題。これまで選手団9人のうち2人の感染が確認されていましたが、さらに今日、選手団と一緒に行動していた泉佐野市の職員ら7人が濃厚接触者と判断されたことが分かりました。1人目の感染判明から濃厚接触者を判断するまでに時間が経っていたことが問題視されています。選手団が滞在しているホテルは、で対策していただいたらこういうことなかったかなとは思うんですけど、まあ、東京の方で一人で在宅で止めていただいた方が嫌がらせの電話の方が多いです。一方、他の自治体では、これは応援するときに使用しようと思ったら手旗ですね。はい、ナイジェリアの手旗も作成はしたんですが、栃木県小山市にはナイジェリアのウェイトリフティングチームなどが来る予定なのですが、国際ウェイトリフティング協会のホームページを見る限り、出場者の決定者リストにはナイジェリアの方のお名前が見当たらない。ナイジェリアの選手がオリンピックの出場権を獲得できていないようだというのです。もうまめに見てたんですか。はい、ずっと注目して見てました。アフリカ選手権の結果もずっと注目して見てたんですけど、ちょっと残念。小山氏がナイジェリア側に選手団が本当に来るのかどうか確認しようにも一切連絡がつかないそうです。市は今日中に回答がなければ事前合宿はキャンセルしたと判断することにしています。一方、小山市はハンガリーの選手団の受け入れも予定していて、ウガンダ選手団の感染拡大の事態は人ごとではないと感じています。正直ちょっと怖いなという気持ちはもちろんあります。濃厚接触者については空港では検疫では判断されない。保健所の方と綿密に連絡を取りながら調整をしていきたい。選手団が宿泊する予定のホテルは、従業員の安全確保に加えてこんな懸念も。結局、
コロナが悪いのであって、その人が悪いわけではないので、ただやっぱりそこで出ちゃったってなると、どうしてもそういう風評被害は出てしまうので、そこの懸念はすごくありますね。さらに海外からの受け入れをめぐり、こんな心配も。入国から14日間以内にですね、個室のあるレストラン、ファミレス、居酒屋、洋風和風問わず割烹料理屋、どこでも行っていいですよ皆さんっていうことが書いてあるんですね。来日する IOC 委員らの行動ルールなどを定めたプレイブック、入国後14日以内でもコンビニで食べ物を買ったり、個室のある飲食店なら食事が認められたりしたのです。菅総理は先月国会で、一般の日本人との接触を厳に回避するため動線分離を徹底させると答弁していましたが、今からでもね、この Use a private room in a restaurant、 最初の14日間にどのレストランでも個室付きだったら行っちゃってくださいっていう、これ書き換えるつもりありませんか。さすがにまずいと思いますよ。ご指摘いただいた点に関しまして、組織委員会にしっかりと伝えさせていただきます。どうぞ。次々と浮かぶ感染対策への懸念、安心安全な五輪開催はできるのでしょうか。